皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。新年明けましておめでとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。新年早々皆様に非常に申し訳ないのですが、お詫びしたいことがあります。この度ですね、チューズライフプロジェクトという、インターネット上の公共放送を目指すメディアがあるのですが、そちらがですね、立憲民主党から1000万円もらったという疑念があります。そこにですね、私は出演していましたし、この YouTube 高松菜奈チャンネルで代表の佐治さんにご出演いただきました。出演者として、私自身は知らなかったんですけども、非常にそういうのようなところを取り上げたこと、また自分が出演したことを反省しています。Choose Life プロジェクトはですね、テレビ、映画、ドキュメンタリーを制作している有志で始めた動画配信のプロジェクトです。代表の佐治さんはですね、TBS の報道番組を制作していたのですが、インターネット上に公共放送を作りたいという思いで制作会社を退職されました。私は佐治さんからですね、TBS の番組で若者の投票率を上げるという私自身のプロジェクトについて取材を受けたことがあります。佐治さんは投票率を上げたいという思いがすごい強い方でした。Choose Life プロジェクトはクラウドファンディングで数千万円というお金を集めて、また、月額のマンスリーサポーターがおよそ2000人もいました。で、お金を特定のスポンサーからもらう形ではなく、市民から集めることで中立性を担保しながらも、継続してしたお金で持続可能な番組作りができる。私はもともと NHK のディレクターで限界を感じまして、それで社会問題解決型の番組を作りたいと、時事 YouTuber に転身した私にとって、Choose Life プロジェクトは仲間であり、憧れるようなところもありました。なので、この度は非常にショッキングで残念です。私は何度か Choose Life プロジェクトに出演しましたし、そして私の YouTube 番組に佐治さんに出ていただいたこともあります。今回、立憲民主党から広告代理店経由で1000万円ほどもらっていた疑いがありまして、よく出演されていました小島慶子さん、津田大輔さん、望月磯子さんなどが抗議声明を出されました。もしこの抗議声明が本当であるならば、あってはいけないことです。まだどのような形でChoose Lifeプロジェクトが立憲民主党からお金をもらったかという点には確かにわからないところがあります。そのお金の使い道として考えられる可能性は、立憲民主党内の広報物の政策を受け負ったという可能性だってありますし、Choose Life プロジェクトの番組の政策に対してお金をもらった疑いもあります。私はどちらにしても問題があると考えています。そして私の元にもですね、問い合わせが来ているので、記事をノートの方に書かせてもらいましたし、YouTube で動画を撮ることにしました。メディアとして、特定のところからお金をもらったら、それを分かるように表記する必要があります。分からないようにして番組を作るのは、それはステルスマーケティングと呼ばれるものです。一時芸能人がお金をもらって、その商品をですね、自分が買ったかのようにブログで絶賛していたことはですね、ステマとして認知されまして、そこの芸能人とかが仕事を失ったこともありました。今回、Choose Life プロジェクトはそのステマが疑われます。ちなみに、私自身はですね、Choose Life プロジェクトには最近出演していません。声がかかなくなったのもあります。番組の色がですね、当初私がイメージしていたよりも、やっぱり左に傾いていってしまったのが気になるところです。是々非々を訴えて、与野党を問わずに、批判するときは批判するという私のスタンスとは、違ったから声がかからなくなったのかもしれませんが、これはあくまでも私の推測の域です。で、私自身はステマに関してはとてもうるさくて、SDGs の番組出演やタイアップに関しても広告表記などかなり細かく確認しています。で、特定の団体からお金をもらって PR 表記をつけないところは当たり前ですが、丁重にお断りしています。ですが、この当たり前が当たり前ではないこともまた残念ながら多いです。雑誌やウェブメディアの多くはですね、仕事の依頼があった時にですね、私が感づいて、これはどこどこからお金もらっているんですよね、その場合 PR 表記つけますかと確認することもあります。いわば演者や事務所をですね、騙そうとしているような媒体、代理店、クライアントもいます。騙されること自身ことは、私は自業自得で危機管理が甘いと、だからこそ注意深く
確認してきたつもりですが、まさかこのチューズライフプロジェクトがそういうことをしているとは思わず、きちんと確認してきませんでした。立憲民主党の代表選をですね、公開討論会を主催している報道番組に対して、立憲民主党からお金もらってませんよね、とわざわざ確認する必要があるとは正直思いませんでした。この点は私の確認不足であり、私の出演によって番組を見てくださった方、またクラウドファンディングに支援した方もいらっしゃると思います。そのような方を裏切るような行為になってしまって、非常に申し訳なく思っております。政治家からや政党からお金をもらう際はですね、メディアとしては私は基本的に断るべきだと思いますし、断らないのであれば、そこのお金の流れを明確に記載するべきです。チューズライフプロジェクトはただのメディアではなく、公共メディアを掲げていました。お金をもらうのは悪いことではないのですが、お金をもらうことを分かるように記さないことが問題です。政党のね、イベントや講演会の出演費や講師謝礼という形なら私はありだと思うんですが、チューズライフプロジェクトはやっぱりメディアです。完璧ではないんですけども、多くのメディアも努力しています。例えば編集部が PR 部門から独立していたり、既存のメディアは注意を払っています。メディア経営っていうのは本当に難しいんですけども、スポンサー企業であっても、その批判できるように、現場を守れないと報道の価値っていうのはなくなってしまうと私は考えます。若者かける政治参加を促す株式会社もですね、政治家からお金をもらう収益モデルでやってる団体が他団体にはあります。というかほとんどがそうだと思います。報道番組がそういう人をですね、容易にキャスティングをしていることも、私は危機感を覚えています。知った上でもその団体を出すなら、なぜ出すのか、そこじゃないと語れないことがあるのか、その団体が政党からお金をもらっているのか、それは報道するときにきちんと説明しているのか、疑念が残ります。もちろんいろんな考えがあって、政治家からお金をもらうビジネスに行き着くのは理解できなくはないです。私自身は絶対にやらないです。それを分かるような形で明示しないというのは私は倫理違反だと思います。ちなみに NHK ではそのようなことがきちんと教育されました。ですがですね、今回の衆議院選挙、一部政党からお金をもらっている団体が出演しているのを見て、私は残念に思いましたが、一応は私は NHK ではそのような教育がされました。編集部が独立して、経営やお金に疎くなってしまいがちな現場の記者やですね、ディレクターはその団体の収益モデルなどに目を向けていないかもしれませんが、そこに目を向けなければならないと思います。私も今まで数百回と取材を受けていますが、そこを聞かれることってほぼありません。私自身本件は自戒を込めて反省を述べるとともにですね、左右関係なく視聴者からの信頼を損なうことはやめないと、この国のですね、言論空間やですね、このままでは、強いては民主主義までも衰退してしまうと思います。1月1日の毎日新聞では、ロシアのですね、政府系メディアがヤフーニュースの読者のコメント欄をですね、改ざんして、日米の分断を煽っているのではないかという報道をしました。また私が現地に取材しに行った2020年のアメリカ大統領選挙では、一つ前の2016年のアメリカ大統領選挙で、ケンブリッジアナリティカという広告代理店が Facebook からの情報をですね、心理学者などを交え、有権者の投票行動を操作したということが起こりました。日本ではダッピーという17万人のフォロワーを誇るツイッターのアカウントが、野党議員の国会の質疑を恣意的に編集しまして、運営していた IT 会社が自民党と取引していたことも分かりました。本案件はダッピーを追及していた立憲民主党にとっても大問題であって説明責任が求められます。チューズライフプロジェクトにももちろん説明は求められますが、チューズライフプロジェクトにその問題を押し付けられるような形で終わってはいけません。立憲民主党も経緯説明とともに再発防止策まで述べないとダメだと思います。広告代理店に、お願いしていたからでは済まされない問題です。アメリカに比べてまだまだそのような、規模は大きくないように見えるものの、ネット空間を使い世論操作っていうのが容易にしやすくなっている現状を注意深く見なければなりません。若者の政治参加を促す団体は特定の政党に本当に取り組みやすい傾向にありますが、
私の会社を何としても特定の政党に取り込まれることなく若者を一番に考えていきます。 YouTube 高松奈々チャンネルでは視聴者を裏切るようなことはしません。そして、見抜けなかった場合、間違った場合はですね、経緯説明や謝罪をいたします。ちなみに私がチューズライフプロジェクトからもらった報酬はおそらく数千円だと思います。ギャラが出なかったこともありますし、苦労されている姿を知ってギャラをお断りしたこともありますし、チューズライフプロジェクトのクラウドファンディングに私自身の財布から支援したこともあります。また本件については松橋さん、チューズライフプロジェクトの抗議せチューズライフプロジェクトにもですね、抗議声明の真相を確かめる連絡もしていますが、今現在はお返事をいただけていません。ちなみにチューズライフプロジェクトは6日に経緯説明するとツイッターでは述べていました。本案件が仮にステマではなく1000万円のお金をチューズライフプロジェクトの制作費ではなく立憲民主党内の動画制作に使っていたとしても、私はチューズライフプロジェクトの理念から見て倫理的にどうかと思います。特定の政党と癒着しながら番組性を作ることっていうのはめちゃくちゃ難しいからなんです。実際チューズライフプロジェクトは左派系のメディアとして捉えられていますし、野党に甘く与党にその厳しいと見られても致し方ないと思います。過去の出演者を見てもそれは明白だと思います。番組制作が脅かされないように PR 案件を受ける会社をその独立した部門にしたりですね、子会社にしたり、少なくても最大限そういう配慮が私は必要だと思います。私の会社も広告代理店経由で実は立憲民主党の候補の相談を持ちかけられたことがありますが、そことはお仕事をしていません。特定の政党だけからお金をもらうことやその政党の PR などをすることは私のやりたいことではないからです。まあ、近年は新聞社であっても読者層に合わせた好みを記事を書いたり結論ありきの取材をしていることが目立ちます。それは自分たち自身で自分たちの業界の首を絞めていることだと私は考えます。お金には色があるんです。ジャーナリズムはお金になりにくいです。右も左も左右から両方批判すると両方から、支持者から叩かれます。時間がかかる割にはそこが見えにくいですし、寄付なども集まりにくいです。正直苦しいです。だからこそお金の色や透明性には細心の注意を払い食いしばる必要があります。ジャーナリストが独立するとお金がなくて大変です。だから禁断の果実に手を出したくなる気持ちっていうのはこうわかるんです。私たちの会社はですね、私もですね、最初本当にお金なかったです。会社1円で立ち上げました。最初は日本政策金融公庫からお金を借りたり地方銀行からお金を借りました。今も借りています。若手起業家を取材した時にですね、借金は悪いことだと思い色があるお金に手を出したり悪いベンチャーキャピタルに苦しめられている人ってたくさん見てきました。起業家教育や金融教育が欠けている結果だと思います。銀行からお金を借りることは悪いというイメージがあるかもしれませんが、銀行は使い道をですね、うるさく指南しません。スポンサーもいなければこうお金を稼ぐように指南する VC もいません。自分たちで返せる見込みで買って理念に沿ってを経営し、そして返していくことができる。コロナで返済期間にも猶予がありまして、金利もすごく安いです。ちなみに、私の講演会の収益をですね、お金になりにくい報道や番組制作に赤字でも当てているっていうのが私の会社の現状です。あとクラウドファンディングで皆さんにいただいたお金、あと Google から番組制作するときに支援してもらっているお金があり、それらで、あとは少ないですが YouTube の広告収入でも私たちの番組は制作しています。まあ、しんどいんですが耐えます。色があるお金には手は出しません。出すとしても、まあ、スポンサーがつくとかそういう場合があるとしてもきちんと説明責任を果たしまして、どこからお金を出てるか明示します。それは、絶対に私は皆様と私の番組を作る上でお約束します。この度はですね、その確認をせずに、私がチューズライフプロジェクトに出演してしまったこと、そしてチューズライフプロジェクトのお金の経緯を知らずに、代表の佐治さんに番組にご出演いただいたこと、本当に申し訳なく思っております。
以後気をつけます。この度は本当に申し訳ございませんでした。